まあ、そういうこともありますので、ツバメ返しということをですね、ちょっと本人 の、 解説も交えてちょっとやってみたいと思いますので、いきなりだからそこら辺説明してもらえればありがたいんだけど、先にやりますか、先にやるの、そっか、ジョン柄で、ジョン柄でやりますよ、必殺ツバメ返しっていうのは、東京ベンチャーズで江戸山口さんっているんですけども、元冬木さんのお兄さんで東京ベンチャーズでリードギターをやってるんですが、そのお兄さんがツバメがこう舞うようにツバメ返しっていうこういう技をありまして、それをちょっとコピーでやってまして、それを今からやってます。あ、そうだ、はい、じゃあ津賀とジョン・ガルト氏がなぜうまく聞こえるかっていうことをちょっとテクニックでやってみたいと思います。この E マイナーだからできる技でして、下3本何も弾かなくてもこの音が出ちゃう。で、大事なのは顔ですね。じゃあ顔を交えて、じゃあパイプラインでもう一度ってことで後でご披露したいと思います。はい、どうもありがとうございました。じゃあ忘れないうちにパイプラインやれば。
ありがとうございました。でも種明かししないとどうやって聞いてんだろうなって隣で見てても思ったったんですけどね。顔が命なんですよね。あ、そっかそっか。顔でギター弾くっていうの珍しいね。江戸さんよりただやってもつまらない。あ、そっか。そうだね、そうですね、忘れないと、じゃあもう一回。足もいいんじゃねえの、左足も。こんなことになってない。これは恥を捨てないとできない。あ、そっか。